濃くないあっさりの方の中華の醤油、うまみニーハオ幸せシェイシェイ、もういいね。やっとカジノでコスパ最強企画ということで、はい、300円でラーメンが食べれるということで、300円、そうスーパーのカップラーメンでも350円がする安っ、ニーハオラーメンさんです。300円でどれぐらいの感じなんかって見たよ ね、味もちょっとね、うん、では早速行きたいと思います。はい、ラーメン300円1個ずつ行く、それがもうそうやな、醤油味噌カレーで行く、うん、メニューも豊富やな、ラーメンと親子丼とかセットでな、特にヤスプのラーメン大丈夫、ぴったり親子丼、親子丼ラーメンで720円、うん、いいやん、めっちゃいいやん、綺麗なスープ、300円やで、これ完璧、すげー、300円だったよ、うまっ、俺めっちゃ好きなスープやわ、中華そばの醤油ラーメンの感じ、800円よ、濃くないあっさりの方の中華の醤油、色が濃くないね、うん、もうだから替え玉とかもうしたいぐらいの、このスープ透き通っていく感じ、どう、オーストラリアのグリーン島の海みたい、グリーンアイランド諸島のそれぐらい透き通ってるよ、エビ系玉丼ね、これうまそう、初めの理由つけたな、これそうやね、ちょうどいいんですよ、あっ、うまみにいい歯、そんな辛くない、ちょうどいいエビ、卵もちょっと半熟やけど、これ合うわ、これ食って、あ、すごい、あ、付き合った、口の中で口の中で相性良すぎて、マッチングしました、うまいです、うまい、ちゃんと美味しい、いただきます、すごくうまそうな言い方、あー、透き通ってるな、確かに、そうでしょ、福永秀明の歌声ちゃうんやから、その時のそこのね、その時が一番終わりかけじゃなくね、お高いんでしょ、こちらなんとラーメンだけで300円、いやーラーメン界の価格破壊、情熱価格やで、パリンパリン、唐揚げのうまそうやね、豪快、豪快出ました、出ました、ラーメンのセットメニュー丼部門、いろんな部門あんな、新聞が、いやこれ何やろうな、食べたい面なんかめっちゃ満面とかかっててさ、うん、あ、これあちょっとこれ食べすぎたかなって思っちゃうやん、あるある、はいはい、じゃなくてこの相性、うん、いい、そうそう、昔はってるで、ちょっと唐揚げもカットされてて食べやすいサイズね、これめちゃくちゃいいわ、これうまみがニーハオ、幸せシェイシェイ、もういいね、増えたね、この2つでもう完璧、まず味噌ラーメンだ、これ味噌っすね、いいおしますわ、あうまい、味噌しっかりめですね、でも濃すぎない、やっぱこれも麺もちゃんとうまい、つるつるしててちょっと固めに茹でてくれてるわ、結構とかしっかりめやわ、味噌やから、うん、親子丼チャーシューのタレを使ってって書いてあったからちょっと普通じゃない、うん、ラーメン屋で親子丼完璧なビジュアルやわ、おはようございます、そうな気はする、すんなよ、うん、こんなにコスパ良くてうまいの食ったら、もう生えてるってか、いい気分、ごめん、オッケー、すぐ川田さんで見て、うん、確認とかじゃない、まあ、マジっすか、川田さんで見てください、まあ、状態、あのあれじゃない、生えてる、違うの、誰が食う
うじゃかいねまんじゃないまんじゃないなんで常に食うやん、ね、俺ももうずっと開いてんなって食うあれ俺のコーナーこと言ってくれてるの、うん、1時間400円かかりますよね30分単位で夜中安くなってますよね大変なぁ思ったなめちゃめちゃいいお店やったね。うまかった。ね、うん、ステッカー買ってるだけ。ほんまにありがたいね。300円ラーメンだけに何百年も続いてほしいなと思いました。300円でいい。ゆとり神戸ゆりやりでその向こうへ